あ、どうもすみません、お待たせしました、申し訳ないです。失礼し、あ、どうもこんにちは。こんばんは。どっちだっけ、ビートブレンド。あ、すいません、なんかお気遣いでした。ビートの方でよろしかったでしょうか。あ、すいません、いただきます。どうしたんですか、なんかちょっと元気ないじゃないですか。まあ、どうもお疲れ様です。どうもお疲れ様です。どうされたんですか、今日なんか元気がないような。いや、いろいろ考えてさ。はいはい。この狭い日本のな、はい、あらゆるところに、はい、まあ星がいるっちゃいるの分かってんだよ。はい。どうも探す気が起きなくてな。あ、ちょっと苦戦してるっていう。まあ、自分の能力を俺は信じてるんだよ。はい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 、ですよね。はいはい。なんかこう手応えみたいのが、つかみきれてないっていうかさ。なるほど。うん、あのでも前回ちょっとあの冴えてるっていうふうにおっしゃってたんで、あ、乗ってんのかなと思ったんですけど、そうでもない。いや、そこに嘘偽りはねえんだよ。ええ。冴えてたし。はいはい。まあぼんやりとだけど。まあ、どこにいるかも分かっちゃいたんだけど、はいはい、そいつらがもうグーノロでも出ないほど、はい、万事休すってとこまで追い込めるかって言ったら、どうもそこまで、まあ、自分をこう燃え上がらせるこう活力みたいなのがあちょっと足りないのかな。あ、じゃあちょっとスランプなんじゃないですかね、ちょっとした。でもなんかスポーツ選手の中でもこうやっぱそんなに長くは続かないんで、いつかまたあの調子取り戻すんじゃないですかね。お前さ、はい、いつ俺がスポーツの話したんだよ。あ、すいません。プロファイラーだぞお前。あ、うん、プロファイラーとお前スポーツにくっつけんなよ。すいません、ちょっと安直でした、申し訳ないです。ボーリングでもやってろよ。あ、すいませんでした。まあでも、いや、まあ、でも、ええ、こんな俺によくまあついてきてくれると思う。感謝してるでしょ。ああ、すいません、ありがとうございます。こちらこそ。コーヒー飲めよ。ああ、すいません、いただきます。だからもう一回自分を信じてみて、はい、やつらを探すのか、まあ、それとももう俺もそろそろ上がり時かなとも思ってんだよね。3回目で、具体的に先週の、まあ、ちょっと先週誰か探しに行かれたところまでだったんですけど、まだ具体的なアクションってこんなやる、何かされてるんですか、すでに何度かは。いやだから、ええ、一応この俺のホークアイが、まあ、どこにいるのかっていうのもちゃんと睨みつけてるんで。はい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 。塾の鷹って言われたから、もその鷹の目で見逃すものも出てきたり濁って見えるようなんだ。要するにちょっとまあお前の言う通りスランプかもしれない。ええ。まあだからってそのうるせえな。あ、夫人か。あ、夫人はいい。お茶会かなんかだろう。あ、そもそも住宅街なんで、もちょっとこの時間しょうがないです。家で通行人がいるのは。うん。まあ、でも何人かその、まあ、ちょっと今のところ名前出た日田さんと市橋さん以外でこう何人かこの追っかける価値のある人っているんですかね。そのいや、ええ、俺は別にこっちだけじゃないから。あ、うん、別に俺の中で狙ってる星っていうのはもう全世界の話で、はい、あ、なるほどなるほど、うん、まあそのスケールが出かけたらなるほど、ええ、ちょっと俺も心なしかこう、さっきも言ったように活力がみなぎんない、ええ、ああ、なるほど。まあ、一人で背負ってるっていうのもあるよ。あ、うん、なるほどなるほど。やっぱ仲間がこう必要というか、まあ、ちょっと誰かの手を借りたくなる場面もあると。仲間？あ、お前何ワンピースみたいな話してんのビヨーンって手でも伸びて、なんかの身でも食べて、仲良し食うして友達と船でも乗って犯人探せってか。いやいや、ぶっ殺すぞこの野郎。そうじゃねえだろ。ああ、すいません。まあ、いや俺もよ、
本当にこのまま自分の勘を頼りに、はい、こんなこと続けていいのかなって迷うわけだよね。なるほど。まあまたでもこうちょっと今日はちょっとたまたまちょっと気分が乗らないだけなんで、まあ悪気はねえな、修学旅行生。本当に、修学旅行生ですね、これ。かわいいもんじゃない。まあ、すごいですね、これ。ちなみに俺も修学旅行は、ええ、まあ、学校側から当然来ないでくれって言われたんで、はい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 、京都にね、その修学旅行の、まあ、バスが出てて、はいはい、まあ、絶対にウリタは呼ぶなと。あ、はいはい、とにかく来ないでくれって校長が土下座までしに来たんで、はい、バスに入って行ったからもう引かんで。あ、それ高校時代のお話ですか。中学で。あ、失礼しました。いや、俺もこっちの道に行くと思ってなかったから。あ、なるほどなるほどなるほど。高校時代の修学旅行ってどうだったんですか。お前さ、俺あんまりいい思いでいないんだよって言ってすぐにな、お前ほんと空気読めないよな。いや、本当にすいません、悪気なかったです、申し訳なかったです。社会経験ないんじゃない。あ、いやいや、すいません、ちょっとこれからちょっと勉強させてもらいます。まあ、はっきり言ってさ、ええ、まあ、自分のやってるこのプロファイリングを、はいはい、まあ、仇の商売とは思っちゃいねえんだよ。はい、だってこっちで勝手に星を捕まえて、はい、それを警察なんかに売るんだから、まあ、まともな商売じゃない。そうですね、確かに。だからこそ俺はロンリーウルフでいたいんだよ、はい、一匹狼。はい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 、まあ、お前みたいなアシスタントも必要だけど。私アシスタント、あ、はい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 、うるせえな、今日。あ、すごい、向かいが来たぞ。お、向かいが来たって言ってんだよ。新宿って眠らないよな。そうですね。ここでも結構ね、綺麗ですね。ここね、ほんとずいぶん夜景がね。当たり前じゃないよ。あ、フリーナさんでもどこでも似合うんじゃないですか、新宿だったら。絵になりますよ、本当に。もう頼むからお前死ねえよ、本当に。そのお前のわけのわかんないおべっかだよ。よくわかんないよ、もう。まあ正直言うと本当にスランプだよね。あ、なるほど。じゃあ今日はもうあまりこれ以上は話すこともないっていう感じですかね。ちなみにお前はどこにいると思って。あ、凶悪犯たちは。あ、私の読みですと、まあやっぱ東京を隠すには森っていうぐらいですか。東京なんじゃないかなっていう。だから東京広いじゃないか。ああ、どこだよ。そうですね、例えば、まあ、渋谷、新宿のこの辺にいるんじゃないかなっていうふうに思ってますけども。お前何 JK みたいなこと言ってんだよな。あ、俺ちょっとお前と組んでて先が思いやられるわ、マジで。俺ピンで動いてた方が良かったんじゃないの。お前と組んでからなんか勘が狂ってんだよ、薬病神が。殺すぞ。まあ、ちょっと俺もコンビ解消というか考えるよ、先だけは。はいはい。あ、もう帰、今日は帰られるんですか。なんでお前に言わなきゃいけないんだよ。ありがとうございました、今日も。今からパンパンだ。パンパン。